はい、お疲れ様です。どうも、二宮篤人です。T.O. ブック柴田です。よろしくお願いしま す。本日は初めてですね、はい、二宮さんのご自宅を離れ、はい、一人の仕事場そうですね、に仕事場所として借りている安いアパートがありまして、そこに柴田さんをお招きしています。いや、ここちょっと皆さんにお見せしたいぐらい見せるもん何もないでしょ、ここ。いや、この何もなさがすごいですね。何もないですよ、だって仕事する場所なんだもん。めちゃくちゃ集中できるんじゃないですか。そうですね、うん、家よりは全然いいです。だって本とかも全然ないし、うん、もう本当に執筆スペースと、ね、ちょっと寝るためのお布団と、そうですね、仮眠用みたいな。で、まあちょっとしたお菓子とか飲み物があるぐらいですもんね。お湯が沸ければ僕はいいんで。いや、すごい。これは結構ここで書きます。そうですね、執筆では結構使いますね。家じゃ執筆できないんですよ。あ、そうなんですか。家はじゃあやっぱゲラチェックとかの作業。ゲラチェックとか、あとは資料整理とか、はい、あとノンフィクション系の。いろいろ調べ物をしながら書かないといけないもの、はいはい、だと、ちなみにここネット環境もないんですけど、あ、そう、家はネット環境あるので、はいはいはい、それで調べながらもできるし、その PDF 化した資料とかも見れるし。ネット環境ないって、うん、でも面白いですね。ネット環境あるとダメじゃないですか。わかる、わかる。いらないと思います、まあ、いや、すげえ。緊急の連絡は携帯で取れるから、うん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 、あとはもういいかなと。確かに。いや、ネットって本当になんか、うん、ちょっとしかやってないように見えて、うんうんうん、だいぶ時間使っちゃいますよね。結構メールチェックとか、そう、キリがなくないですか。やべえ。あれ1通に10分かかるとしても10通ぐらいやったらあっという間にね、1時間以上経っちゃうでしょ。いや、もう本当に、だって僕なんて日々の仕事を半分ぐらいメールっすよお疲れ様です。メールに追われ続けてますよ。まあでも編集者さんはしょうがないですよね、どうしても。とはいえな、今いい話聞いたな。もうネット環境を遮断したらいいんですよいや、ほら今世の中が、はい、コロナ騒動というか、ね、コロナによって、まあうちの会社も完全リモートワークに移行したんですよ、うんうんうん、ついについに。それで、みんなそれぞれ自宅で作業するみたいな状況になってまして、はいはい、多分世の中の、ね、これを聞いてるお客様も結構、うんうんうん、自宅での作業とか、うん、自宅にからあまり外出を控えるっていう形になってますよね。そうですよね、お店とかもみんな閉まってますもんね、うん、そうですね。やっぱ緊急事態宣言が東京は出ちゃったから、ちょっと緊急事態宣言出たの2日前とかですよね、確か。そうですもう本当それぐらいだから、うん、やっぱり、まあ、ここからちょっと東京都が一体何をその対象にして基本的に、まあ、休止してくださいというふうになるのかはまだ後で出るらしいんですけど、そうですよ。ただやっぱりね、先手を打って結構大手の、チェーンの書店とか、あと百貨店、すごいですよね。だって法的拘束力ないのに自主的にやってるわけでしょ。そうです、そうです。日本人の国民性みたいなものを感じますよね。まあでも、もうコロナって本当に人ごとね、人が触れ合わないしか方法がないから、そうですね、まあ、どうしてもこうやって閉鎖したり、まあ、あとなんだろう、自主性に委ねられてきたわけじゃないですか、今までは。まあ、そうですね。で、それだとやっぱりきついなっていうことが結構統計上出ちゃったんでしょうね、はっきりと。まあ、とはいえ、他の国に比べて、はい、保証がないから、そう、要はロックダウンとかまで もしやろうとしても、まあ、日本は法律的にできないっていうのもあるし、それをやる時には他の国だったらやっぱり保証がある程度こうあった状態でしか発動しないから、まあ、みんな受け入れてなんとか生活できますけど、現状でこう、まあ、自主的な自粛の場合は何らかの蓄えだったりあるからで、自粛できるんでしょうけど、そうじゃないとどうしたらいいんですかね、本当に。僕に聞かれても、まあ、貯金をいっぱいする国民性でよかったと。いや、だからそれがある人はいいけど、ない場合だと、いや、本当にこれどうしたらいいんでしょうね。真剣に困りますよね。もう生活に直結する問題すぎて、本当これだと、まあ、止めらんないですよね。まあそうですね。まあ、僕らの仕事はね、本当にもともとリモートワークっていうか、
そうですね、そもそも僕がね、うん、普段あのよく会う方たちはクリエイターさんが多いから、うん、その人たちは本当に在宅っていうかずっと在宅みたいな、人に会う必要あんまないですもんね。そうなんですよね。だから、まあ、今回もこの収録とか打ち合わせ、うん、だからこそ逆に、普段そんなに会わないで電話とかメールのやり取りが多いからこそ、うんうんうん、まあ、車の移動にして人と会うことは控えて、うん、今日は二宮さんと逆に、まあ、人もいないからね、ここって離れてるし、その気をつけてもちょっと打ち合わせた方がいいかなと思ったんですよね。なんか創作意欲は湧くんですよ ね、 ですよね、こういう状況だと。そうそうそう、ざわざわ周りがしていると、はいはい、僕も結構不安になったりするんですけど、僕は全ステータスを執筆、小説執筆に振り分けた何もできない人間なので、だから自分にできることをやろうってなると、はい、まあ、書くしかないかなと。うん、早く書きたいのに柴田さん早く来てよみたいな感じです。じゃあ何してんのみたいな。でもそこで面白いのが、はい、なんとなく僕それを察して、はい、今日はちょっと会った方がいいなと思って、ありがとうございます。ってなりましたけど、はい、まあぶっちゃけ今だったらほらズーム会議とか、はい、ズームで飲み会するとかうん、うん、電話会議とか、もう本当リモートワークって、まあ、基本会わないことを前提にしたやり方になってるじゃないですか、うんうん、で僕らなんてまあそういう時もすごくあるし、うん、あえて会わなくたってまあそうですね、できるんだけど、なんでやっぱ会うと違うんですか。え、会わなくてもまあ別にいいですけどね。その会って打ち合わせするのと電話で打ち合わせするのとは何か違いますか。やっぱ気軽感かな。気軽感、僕は別に会う会わないにしろ気軽感が欲しくて、はいはい、ちょっとこうプロットとか練っててさまつなことを聞きたかったりするんですよね、はいはい、そのメールを書くほどでもないし電話かけるほどでもないんだけど、はい、ちょっと意見が欲しいみたいな、はい、っていうのが会ってる状態だったら全然聞けるじゃないですか、はい、ああその場でね。そうです。なるほど。あでもわざわざ電話すると、まあ、向こうの作業を中断させるかもしれないし、うんうん、とか思うとちょっと申し訳なくて、うんうんうん、そこまでじゃないなっていうのが聞けるのがでかいかなって。そうするとあれですかね、普段からなんかお互いが、まあ、チャットとかできる状態にしてたら逆にいいんですかね、うんうんかもしれないですね。だから僕は柴田さんが隣の席で仕事してるのが一番いいかなと思うんですけど。おかしいでしょ。でも絶対しかも嘘ですよ。無理かなと思うから。執筆モード入ったらそこまでは依頼してないじゃないですか。いや、まあ、でもそうですね。LINE で気軽におはようとかいう仲になっています。でも結構やりたりしますよ。あれ LINE、まあ、LINE も使うし、あとは携帯のやつもかなりなんか普通にやってるじゃないですか。じゃあまあ気軽にもっと聞くようにしますね。ね、僕夜の3時とかにふと気になったりするんですよね。困るわ。だからやっぱり LINE ぐらいがいいと思いますね。まあね、うん、隣に寝てるところおいおいとかやっちゃうと思うんで、うん、よくないです。いや今本当にそのこと考えてて、今回のことをきっかけに、はい、多分リモートワークが推奨された結果としてですね、はい、その各いろんな会社の中でもリモートワークということができるようになる社会になりそうじゃないですか、うんうんうん、今回多分整えるからみんな今一気にね一気に多分行くでしょ、ね、そうするとすごくその、準備が整ってリモートワークをすることが前提の社会に変わった時に、うんうん、逆にこう人と会って話すとか、うんうんうん、こう対面でフェイストゥフェイスで何かを話すっていうのは、うん、どんな意味があるんだろうなと、うん、そうですね、うん、まあ、すごい今考えてるんですよね。個人によって多分目的があると思うので、うんうん、その目的をもう一回はっきり考え直さなきゃ会う意味がないくなっちゃう。そうですよね。なんで会うのって言われた時に、うん、これを解決したいからって言えないと、うんうんうん、相手の時間を拘束できない、ね、そうですよね。そうですよね。僕でも、はい、それでいくと一個この仕事編集の仕事だと一個明確にあるんですよ、はい、あそうなんですか。あのですね、作家さんですよ特に、はい、とかクリエイターさんはもうすごい明確にあって、はい、頼みにくいお願いをするときって会いたいんですよ。それはそうでしょうね、うん、メールだとちょっと難しい。いやもうメールやもうこじれかねない。そうなんです、あの文章でどう書くか、うん、ニュアンス、うん、なんつうのかな、だからこれ別に作家さんがどうこうっていうより人間ってそういうもんだと思うんですけど、そうですね、うん、言われるタイミング言い方切り出し切り、ね、その辺のこうなんか総合力で、うん、イエスもノーも答え変わっちゃったりしません？全然変わってくるでしょ。ですよね。
でそれがねいつも僕すごいな、うん、頭を使うんですよ。あ、それは確かにそうだな。で結構お願い事リストっていろいろ出てくんですよね、あ、そうなんですか。で結構取っとくんですよ、うん、お願い事を。これも頼みたいな、あでもこれも頼みたい、あでもここまでなんかいろいろやっていただくってさすがに悪いなみたいなリストがあるんですよ。気疲れしそういやもう でいつも頭に入れといて、はい、でも坂上さんがこう気にならないだろうなっていう時にさってカードを切る感じでお願い事をやっていただくっていうふうにやっぱりせざるを得ないんですよ。大変ですね。今もそうですか。今もそうですよ。僕と対面して常にそうです。常にそう。いや、お疲れ様です。それこそね、究極このラジオを利用してやろうと思ってますもん言った言ったじゃんみたいなあ、ここでもうなんか現地取って、そうえ、じゃあ今度やりましょうよ。 あ、いいですね、やってくださるんですね、ありがとうございます。なるほど、現地取ったみたいな。すごいですね、諸葛亮孔明みたいないやでもだって本当にそうでしょ、実際問題、うん、なんか僕ね、いつも考えるんですけど、うんうん、同じことをお願いされたとしても、うん、その言う人によって違うとか、うん、全然違うと思いますよ、ね、だって取材とかでも、うんうん、そのメールとかでそのアポを取ってる段階ではものすごい険悪な、うん、まあ、いやいや受けてもらうみたいなことだったりしても、うんうんうん、お会いしてゆっくりほぐれていくとなんかもう仲良くなっちゃうみたいなざらにありますし、でその仲良くなったことによって、うんうん、やり取りというか、うんうんうん、そのコミュニケーションの種類であり、うん、そのもう一段踏み込んだその人の人間性を知ることであり、うんうんうん、変わってきますよね。そうですね、うん、お互いに多分変わるんだと思いますけど、うんうんうん、うーん、まあ多分男女の仲とかもそうなんじゃないですか。そうですよね、その仕事に限らず親子とかそういうのも、人間のコミュニケーションってそういうものが根本にあるんで、その身体性、その声のトーンとか、はいはいはい、その声を出した時に、うんうん、こう皮膚が震える感じみたいな、まあ、意識しないですけど、はいはい、テンポ感とか、うん、そういうのの噛み合わせで進むものだと思うんで、あーメールとかだとそういうのが全部ないから、うん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 、そういうもんじゃないですよね。なるほどね、そうですよね。だからまあ、本当に多分リモート社会になっていくと思うんですよね、あらゆることが、ほとんどのことがむしろそっちでできるようになって、そっち前提になっていくっていうことの方が多分合理的じゃないですか、うんうん、だからこそこうやって会うこととか、うん、まあ、電話で話すとか、うん、まあ、そういうことがこう どういう、まあ、すぐに今おっしゃったキーワード、身体性ですよね。でもそう考えると小説とかも何なのかなっていうことになりません？つまり小説っていうのは文字しかないわけでしょ、はいはい、そこに作家の身体性はほとんどないじゃないですか、はい、でもそこから読者さんになんかこう感動とか共感をしてもらうには、うん、要はメールで誰かを説得するようなことをもしかしたらしなくちゃいけないのかもしれなくて、ね、すると何のために書いて何のために読んでもらってどういう目的をその達成するのかっていうのをもう一回考えなきゃいけない。なんか真面目な話してますね今日。いやでもやっぱこのね世の中、いやさっきだから会ってびっくりしましたよ。何ですか。いや要するにこれだけのね社会的インパクトってこれもう本当に歴史に残るぐらいな大きな出来事が今起きてるわけですよ。そうですね。でやっぱりみんなも精神的にもナーバスになるだろうし、いろいろ考えさせられるし、うんうん、そして物理的にもあまりにも生活環境や仕事のスタイルを一気に変えなきゃいけない状況来ちゃったわけじゃないですか。確かに。でやっぱりね周囲を見ててもすごい動揺してたり、はい、あとなんだろう、まあ精神的にそう不安だったり不安定だったりっていう人やっぱり増えてるんですよ。喧嘩してる夫婦とかいますよね。そうですよね、うん、だってそれこそあの記事で見たあのコロナ離婚とか、コロナ離婚、ね、あといやフランスだと DV 率の向上すごい増え方、ね、増加、うんうん、だからやっぱり人間って心を持った動物なんで、うん、これだけ自分を取り囲む環境が一気に変わってしまうとそれだけこう圧は大きいわけじゃないですか。そうですね。でそんな状態だから今日お会いした時も、はい、なんかまあお会いするべきかもちょっと考えたぐらいだし、なんか変化あるかなと思ったら僕が、はい、
あまりにままですよね、はい、どういう、あ、何も変わってない、何も変わってない、いきなりこう会うなり DV を仕掛けたりしてこなかった、いやそれはないけどさ、それはないけど、なんか、はい、いやもうちょっとなんか神妙というか、はい、なんか、いや吉岡さんどうですか、いやこれからどうしていけばいいんだろうみたいになるのかなと思ったら、もうなんかもうさっきから言えないような、はいはいはい、このラジオでもう言うのをはばかられるぐらい、そんなこと言ってましたっけ、むしろなんかこう創作意欲の方がうわって溢れてる感じがすごいですよね、うん、早く仕事しましょうよって感じですね。そうですよね、なんかあのもう要は社会とかっていうところはまあ見ず、とにかく今もう作るっていうところにモードが切り替わってますよね。社会は見てますよ、見てます、見た結果そうなってる、はい、そういう形で現れてるってことです。でその例えばね、今すごいそうやって変化が大きすぎるあまり不安定になっている方々と同じような部分がゆうみさんにもあるんですか。いや全然あります。あります、ざわつくし、うんうん、その資料とか読んでても頭に入る率が明らかに低いですよね、うん、集中力を要する、うん、あ、それはそうなんですか。全然あります。なんかやっぱ無意識に自分のどこかが怯えてるなっていうのを感じますね。こうなんかざわざわざわってこううまく言えないんですけど、はい、何かが忍び寄ってきているのを逃げなきゃ逃げなきゃって何かがうごめいてる感じ。でもそれが明確じゃないから、だからどこに逃げればいいとか、うん、何が来てるとかっていうまでいかないので、うん、ただざわざわしてるっていうようなものを感じていて、だからこそ仕事しようみたいな。そのでもね、みんな、はい、それは同じだと思うんですけど、だからこその前までは同じなんですよ、うん、そうでしょうね、得体の知れない不安感、いつ自分がかかってしまうのか、ね、これはいつ終わるんだみたいな不安感が、実態もよく分かってないですもんね、ウイルスのその病態ずっと続いてるじゃないですか、うん、でもそこからね、だからこそ仕事っていけるのって何なんですかね、なんでできるんだろう、そこの切り替えがみんなできないはずなんですよ、多くの方ですよ、まあ、みんなとは言わない、でも多くの方がかなりそこに不安を抱いていて難しい状況になってるのは、ね、多分ね、しかもここから加速すると思うんですよ僕。まだまだ加速するでしょう、ね、まだまだ全然でしょう、全然だと思いますね。でこれってもうその長期化を前提に本当は動かなきゃいけないんだけど、うんうん、まだ認めたくないから、うん、社会全体として、まあ例えばこの緊急事態宣言が終わるまではとか、うんうん、どこか自分の中で線引きしてるんだけど、うん、多分そうではなくて、そのもうそれを前提にした生活、それを前提にした仕事っていうことにしなきゃいけないから、よりその精神的な圧がこれから大きくなっちゃうんじゃないかなって思ってるんですけど、どうやってそこってこうだからこそっていけるんですかね、気持ち的に。どうでしょう、まあ、一つはなんか元に戻るとは僕は最初から思ってないんで、何一つ、それはコロナに限らず、そうです、一度崩れた社会は戻らないし、死んだ人は帰らないし、なんていうかだから社会が元通りハッピーに戻るっていうことはないと思って生きてるんですよ、うん、常に、それこのコロナのことが起きる前からもうそういう考え方だそうです、はんはん、一度変化したものは戻らない、つまりこの平和な社会とか、うん、すごく注文したらすぐやってくる荷物とかってめちゃくちゃすごいなって思ってるんですけど、うん、こんなものがいつまでも続くはずないなっていつも思ってるんで、あるとしたら、まあ、そういう変化の中でまたそのストレスが少ない状態に持っていくことはできるだろうけれども、うん、だから僕はその現状が崩れてまた元に戻る日があるのかみたいな不安は感じないんですよね。あと僕多分その仕事柄このざわざわ不安怯える状態みたいなのを感じたら、どっちかっていうとそれを全身でちゃんと感じようとする方だと思うんですよ、うんうんうん、うわこんな風に今怖いとか、なんかこういう時にそのストレスの影響が出てるみたいなのをちゃんとメモして取っておいて、うんうん、あ今自分はそういうのが怖い人なんだっていうのを分かろうとしていくんですよ、うんうん、これ多分ホラーとか書いてたからだと思うんですけど、うんうんうん、ホラーってその例えば人を殺すとか、うん、殺人鬼来るとかっていう怖さを文章にするにはそれをよく知らないといけないんですよね、うん、怖いものがあった時 に背を向けるんじゃなくて、うん、逆に真正面から見据えて、うん、じゃあどこが怖いのかみたいな、はいはい、殺人鬼が人を殺してると怖いけれども、うん、鶏を屠殺するのは別に怖くない、うん、なぜとか、うん、それ人によって違うと思うんですけどね、そういうのよく輪郭を知ろうとしていく行為がそのホラー小説を書く準備であって、それを言語化することが僕の仕事だったので、その怖いものが迫ってくると観察して、で仕事のやる気が出るっていうのは極めて自然というか、
いやー面白いな感じですかね。まあでも確かに物をこう書くとかね、はい、作り手の意見とこう自分から切り離す必要がない今の話っていいなと思ったのは、その自分が感じてる不安は、うんうん、一体どこにあるのかということを、うんうん、しっかり、うんうん、見つめるって、うん、すごい重要ですよね多分。そうですね。でそれが一番怖くない方法だと思うんですよ、うん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 、背を向けてる限り忍び寄ってきてるものは、うんうん、なんていうか怖さは消えないじゃないですか、うんうん、でも見つめちゃうと距離感が分かるから、うんうんまあ、これくらいの怖さでいいかなみたいなのがむしろ分かるような気がするんですよね。いやーなんかすごい重要な話、まあ、これ個人的な価値観なんで、うん、みんなそうしろって話ではないですけど、うんうんうん、いやでもなんか分かる気がするんですよ。例えば、うん、その不安っていろんな不安が今この社会には渦巻いてると思うんですよ。そうですね、例えば本当にそのお仕事の、ねうんうん、内容次第ではいやもちろん、ね、いきなり自粛を求められてしまうとか活動できないお客さんが来ないっていう職種もある、うんまあ、こういう方であれば本当にもう、明日の金銭的な問題というのが不安ですよね、まうん、食っていくっていうねですよね。でまあこんなことに一応仕事は続けられている、そして毎月のまずお給料でももらえるという環境の人であっても、まあ、そこにいつまでこれ続くんだろうとか、うんそうですね、自分の今のこの仕事は大丈夫なのかとか、まあ、そういう仕事への不安もあるでしょうね。確かに。でそういう種類をしっかり分けて、そう、うん、一度こう、まあ、その一点だけある種見つめるみたいな。そうですね、うん、いやもともと不安はあったはずなんですよ。だって会社だって人間が作ったものじゃないですか、はいですよね、政府だって そうですね、それがいつまでも続くなんていうのは、うん、やっぱ幻想にしか過ぎないんですよね。歴史を見ればそうじゃないですか、うん、もっと言えばなんだろうな、確かなものなんて一つもないはずなんですよね、うんうん、そうそう、それは本当そうですよ ね法律だってみんな、なんていうかとても大切なもののように思ってるけど、実際大切なんですけど、それも人間がここ数十年の時代に合わせて作ったものでどんどん変えていくし、うんうんうん、その統治機構とかが壊れれば、うんまあ、ただの紙切れ文字の集合体でしかないっていう、うん、お金だってそうですよね、うん、みんなであれに価値があるって取り決めたから価値があるけど、うん、その取り決めが一度瓦解すれば紙くずなんで、うん、なんかその両方をちゃんと分かった上で、うん、その生きてると、うん、だからインフレになった時にどれくらい怖がればいいかが分かると思うんですよ、うんまあ、持ってたものは全部紙くずになったけど、うん、でも俺がこの机を上手に作るスキルは失われてね、でこの机は誰か必要なはずだからなんとかなるだろうって思えたりとか、うんまあ、全部法律が全部消え去ったけど家族はみんな生きてるし家族を愛し合ってるから、うん、よく考えたら何も失ってないなって思うかもしれないし、うん、失ったものと失われてないものが整理すると、うん、適切にがっかりできるんじゃないかなと。なんかでも全部通じますね、今のさっきの不安も、うん、どれくらい不安かを測るとか、そう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 、そのどれぐらい辛いかを測るみたいなのを結構正確に、まあ、こう要素を抽出して並べて観察するっていうことですよね。そうです、比較対象とかを設けて、まあ、時間的な比較であり、うんうん、他者との比較であり、うんうん、そういうスケール物差しみたいなものを用意して、うんまあ、こことこの間だからこんなもんかなみたいな、うんうんうん、そうだから僕も今回のことで結構思ったのが、はい、そのまあ多分今生きてる人たちにとってみると、うん、初めての体験ですよね、ここまでウイルスに社会が影響を受けてしまうというのは。もちろん今までもいっぱいあったけどそうですね、まあ、ないですよね、うん、でその歴史の教科書とかね学校で学んできたことで言えば、うん、それこそペストとか大流行してみたいなあるじゃないですか、はい、だから一番最初に考えたことは、うん、やっぱり今までの人間の歴史の中に、うんうんうん、一体同じような出来事はどういうものがあっただろうっていうのは僕確かに考えたんですよ。でそれはなんか宮部さんの言葉を借りるなら、はい、多分その物差しっていう言葉すごい合ってると思うんです、うん、一つのこう物差し、うんうん、歴史でこういう時にこういうことがあったんだな、あこれと近いな、でもここがずれてるなみたいな比較検討をすることで、うんうんうん、今回の事態がどの辺が新しくて、うんうん、どの辺は同じなのでみたいなことをすごく分かったんですよね、うんうん、なるほど。だからやっぱりその
なんだろう、僕らが今生きてるってことが別にこういきなりここに誕生したんじゃなくて、もちろんあらゆるこう人々の歴史の果てにあるということを考えると、かなり参考にできることはあるはずじゃないですか。そうですね、もちろんそれじゃあ今のこの入り組んだ変化した社会ではそのまま使えないことはたくさんあるでしょうけど、確かに。でも本当にそのまあベスト一番多分教科書で有名な感染のね戦いだと思うんですけど、で文学がねそれぐらいたくさんあるじゃないですか。もうベストっていうズバリなタイトルの文学もあるぐらいだから、やっぱりそうやって考えると今までのことをちょっとこう考えると、だいぶ何に慌てるべきなのか、何に慌てなくていいのか、そのものすごい情報が今もうネットの時代になっちゃったから、みんなが発信できる分、情報が渦のよね、もう。そうですね、ねえ、なんか恐怖を他人に委ねない方がいいと思うんですよね。いい言葉出ましたね。なんか誰かが怖がってるけど同じように怖がる必要はなくて、でも自分が怖かったらそれは素直に怖いって言っていいと思うんですよ、もちろん。でもなんか他人に自分の恐怖をコントロールされるのってとてもなんか精神衛生上あまり良くないと僕は思うんですね。だから自分がどれだけ怖いか、怖がりたいのか自分がっていうのを見たいかなって思うんですよ。面白い。恐怖を他人に委ねないってすごい言葉ですね。なんかこうね、でも分かる。これは怖がれとか、これはをありがたがれとかいうのは、それはその人の都合があったりする可能性があるので、僕はあんまり耳を傾けたくなくて。なるほどね。恐怖だけですよ。その学問的な知見とかはね、共有する必要がありますけど。まあでも本当にさっきもちらっと話しましたけど、これは本当にこう世の中の大きな変革の時というか、変化しせざるを得ないタイミングだから、そうですね、ちょっとその、変に慌てる必要もないけど、元に戻るという前提を一回こう外に置いてみるのは大事かもしれないですね。そうですね、なんか前と変わってしまったから、もう全てが失われたのかっていうと違うと思っていて、違う形に再編成されていくし、まあみんな何でしょうね、その一人一人生きている方の能力とか魅力が減ったわけでもないじゃないですか。別にみんな大その健在ではないのか、まあ、いろんな、ね、病気は来ていますけれども、健康な人だって残っているんだから、その人たちがパフォーマンスを発揮していけば、また違う楽しい世界、時間が戻ってくるんじゃないかなと、まあ、知恵は絞らないといけないでしょうけどね。そうですね、まあ、ただ本当に長くなりそうだから、何がこれから変わってしまい、逆に何が変わらないのかというのを、まあ、じっくり考えなきゃダメですよね。そうですかね。いや僕はいつも思うのは、戦後の風景なんですよね。戦後の風景、じゃあ日本ですか。日本が第二次世界大戦で負けて、東京とか焼け野原だったんですよ、信じられます、あの町が、その焼け野原だったところにいた人が何を考えてたのかなって思うんですけれども、やっぱりその焼け野原のそのなんかボロボロの木材とか持ってきて、家建てて、なんかわずかな芋を茹でて食べて、でもやってったわけじゃないですか。僕焼け野原に放り出されてそれができる自信全くないんですけど、僕らのおじいちゃんとかおばあちゃんがやってるわけですよね。確かに本当に人間ってすごいなって思ってて、でまだ焼け野原になってないから大丈夫だろうみたいな、おじいちゃんおばあちゃんがやれたんだから自分にもできるんじゃないかなみたいな、根拠のない自信みたいなのがあって、だからそのいっぱい考えたり悩んだりもういいけど、そのね食って寝てあいればちょっとずつ良くなるので、そうか、まあ、考えるのが得意な人には考えてもらって、食って寝るっていうのも確かにすごく重要ですね。そうです、まずそこを前提にしないと、そう考えたから答えが出ない、そのタイミングでは答え出ないことも山ほどありますもんね。考えて答えが出ることって本当一握りなんで、科学をね勉強されてる方はよくわかると思いますけど、考え
でもちょっと無理だなって思ったら食って寝ましょう。なるほど、いいな、今日一つの大切な言葉が出ました ね、 そうですね、食って寝よう、うん、いや寝る大事ですよね。そうですね、だいたい心がマイナスの方に行く時って、うん、睡眠か栄養かどっちかが足りないですよね。うん、なるほどな。いや今日ちょっとなんか真面目な感じになりましたけども、うん、とりあえずこんな感じでみんな頑張ってください、まあ、頑張って生き延びましょう一緒にね、本当に皆、はい、さんもこれからいっぱい書いていきますから。そうですね、はい、皆さんも読んでいただけるように頑張りましょう。はい、はい、じゃあ今日はどうもありがとうございました。